はい、どうも、バドミントン製薬、国西島です。いつもご視聴ありがとうございます。まず動画を始める前にですね、もしよかったら高評価、チャンネル登録、もしよかったら、いや、いいと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、本日はですね、ちょっと普段よく見かける人の、あまり良くない打ち方。It's not good.ね、あまり良くないね、その打ち方。バットではないんです。別にそれで返せたりとか、ラリーになってるんであれば、それでいいんですけど、あんまり良くないよ。もうちょっと良くなるよっていう話ですね。っていうのを、今回お話しできたらなと思います。どういうふうに打っていけばいいのかっていうのもね、一緒に合わせて話をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。はい、というわけで、こんな感じで打ってる人いるよねっていうね、レシーブする人をやっていきたいと思います。どこが It's not good なのか探してみてくださいね。いきますね。お気づきでしょうか。かなりお年を召されているようなレシーブの仕方ね。左手がこう後ろになってね、こうやって跳ね上げしたりとか、ちょっとこう達人のような、カンフー映画に出てくるようなね、達人のようなこう使い方をされている方もいますが、やっぱりバランスがね崩れてしまいがちなので、こうね後ろに下げていくっていうのは、It's not good って感じですね。はい、じゃあ次いきますね。次は。さて、ここで問題です。今のレシーブはどこが It's not good だったでしょうか。タイムアップ。今やってたのは、ここでこう、なんでやねん。今やってたのはスタンスね、足のスタンスが狭いままやってたので、横に振られたり、前に出たときに足が出ていきませんでしたね。はい、それともう一つ、本当によくありがちなんじゃないですね。はい、いくつか入ってます。ね、今のはどうでしょうか。今やったのはですね、手首が分かるかな。ん？そうですね。手首が返ってる、返りすぎてるんですね。返りすぎてるのと同時に、返そうと思って返してるから肩が下がってしまって、自分のレシーブ、この目線がね、平行に見てたもので傾いてしまいます。そうするとネットに返りにくくなってしまいますね。それともう一つ、先ほどおじいちゃんになったこの左手遊んでるんですね。左手がダーンってしたまま落ちていってた、ね、ここ使えてなかったっていうのも、一つ大きなね、リーチのトゲだと思います。じゃあグッドショット、ね、グッドなレシーブっていうのはどういうのっていうのをやっていきたいと思います。最後まで見ていてください。お願いします。頑張ってます。俺頑張ってます。はい、もしよかったらですね、もしよかったら、いや、いいに決まってると思います。高評価の方よろしくお願いします。たくさん高評価あったり、たくさんの方に動画を見てもらえるようになってくると、僕たちもやりがいを感じて、さらにさらにいい動画を上げようというふうにモチベーションアップにもつながります。どうか皆さんの、力で、僕たちの動画が
もっとたくさんの人に広がって、皆さんのバドミントンのレベルがぐっと上がっていきますよ。よろしくお願いいたします。お願いします。